さあ仙台のスタメンと予想フォーメーションです。 4-4-2 のシステムで予想しています。中3日の前節熊本戦から5人スタメンを入れ替えてきました。ゴールキーパー3試合連続スタメンとなりました小畑、フォーバック右からマセ、そして若狭キムテヒョンの今日はセンターバックコンビです。左に内田、ダブルボランチに中島と今シーズン初スタメンとなりましたレアンドロ・デサバト、右に名倉、左にキラ、2トップは富樫と今日は遠藤の予想となっていますが、おそらく遠藤が1枚下がって 4-2-3-1 のシステムも予想されるという仙台です。こちらはアウェー秋田のスタメンと予想フォーメーションです。こちらも 4-4-2 のシステムで中3日の前節岡山戦からスタメン6人入れ替えてきました。ゴールキーパー新井です。フォーバック右から斉藤隆二、志田、池田、そして左の飯尾は仙台とはフルス対戦ということになります。ダブルボランチに稲葉と今日は藤山を予想しています。右に小暮、左に高瀬、そして2トップ斉藤啓太と青木です。木に縦を裏へのボールを送ります。斉藤啓太、斉藤からのクロス、青木、小畑が防いでいます。ただもう一度斉藤啓太、秋田が一つ決定機を迎えました。やっぱり斉藤啓太選手がこういう角で時間を作れる、それでいいクロス上がって青木選手いい入り方でしたよね。まあ、仙台としてはここからですよね。怖がらず縦パスを何回入れるかですよね。はい、デサバトです。遠藤この位置、右サイド、マセ、マセのクロス、ニアサイドヘッド、こぼれて右足のシュート、富樫。前半10分立ち上がり先制は仙台。まあ、ここからマセ選手のクロスの質が良かったですよね。でここにデサバト選手が前に入ったっていうところが素晴らしかったですし、まあ、このこぼれ球に一番早く反応した富樫選手のストライカーらしくいいゴールでしたね。やっぱ取りどころのやっぱ連動性っていうのは必要になってきますよね。はい、ここで一気に前、推進力があります。斉藤啓太スピードがあります。斉藤啓太の右足のシュート、バーに当たった。青木のヘッド、斉藤啓太自ら持ち上がって最後ミドルシュート、惜しくもクロスバーに阻まれます。中にセンターバックの選手も上がっています。近くを選択しました。ここからのクロス、バーサイドヘッド、青木に代わって竹早、結果を残しました。チームのアクシデントを救う大きな大きな同点ゴール。ロングスローをやるふりをしてちょっと変化を変えてきましたよね。その中でこのパーからいた竹選手ですかね、この動き出し、そしてマークの外し方、絶妙でしたね。ゴールに向かっていくボールは遠藤です。その遠藤のボール、中央ヘッド、合わせましたが最後木田選手のボールの質は完璧でしたね。まあ、木田選手タイミングが少し難しかったですけどね、欲しかったですね。 J1 降格組の仙台に対し勝ち越しなるか。真ん中こぼれて右足のシュート、こぼれている。なんとか小畑最後手を伸ばしましたがミドルシュート。まあ、小畑選手ビッグセーブでしたね今ね。先ほどのビッグチャンスのシーンです。小畑選手のビッグセーブでしたよね。反応早かったですよ。遠藤を奪い返してカルドーゾ、前線でためが作れます。2試合連続ゴール中、さあ木田前向き、木田勝負する、左足枠内を収めることができませんでした。ここから時間を作ってスルーパスを出して、まあ、ここ木田選手の得意なドリブルの角度なんですけどね、まあ、狙いすましていいシュートでしたけど惜しかったですね。代わってキャプテンマークを巻いています。右サイド、マセ、近くカルドーゾ、遠藤前向き、遠藤左足狙ってきた。遠藤のゴールで勝ち越し仙台。第7節以来久々のスタメンとなった遠藤、見事な左足。まあ、ここから遠藤選手が受けて一度縦パスを出して外に広げるんですけどね、また遠藤選手がこの得意なところでボールを受けて迷いなく
ボール、こうゴールに置きに行った素晴らしいシュートでしたね。内田との激しいマッチアップでしたが、さあ仙台カルドーゾ収めます。逆サイド見ているカルドーゾ、うまくそこを使います。遠藤斜めの動き、吉野、その吉野右足のシュートだ。カウンターから一気に吉野、まずここでカルドーゾ選手が体を張ってボールをキープしたんですよね。そこでフリーの遠藤選手を素早く見つけて、パスを出したんですけども、その後の遠藤選手も自分で行ける選択肢もありましたけど、前に入ってきた吉野選手を使ったっていうところは素晴らしかったですね。ここでボールを遮断、吉野ダイレクトで前へ、皆川、左は加藤、ファーサイドカルドーゾ、加藤自ら行く。最後勝負を仕掛けました加藤です。2人で囲んでボールを奪うというところですが、鎌田なかなか秋田もボールを奪えません。そしてここで試合終了のホイッスル。後半突き放した仙台、3-1、秋田を突き放してリーグ戦では初めての東北ダービーを制しました。